ジョン・リネカーは、ブラジルの男性総合格闘家、パラナ州、パラナグア出身、オシエス柔術、アメリカントップチーム所属、元ジャングルファイトバンタム級王者、ジョン・リネケルとも表記される。身長160センチメートルと小柄ながら、軽量級離れした打撃の威力を誇り、ハンズ・オブ・ストーンの異名を持つ。 ボクシング中継を見るのが好きで17歳から格闘技を始めた。2008年に総合格闘技デビューすると1年に7試合近く行う急速なペースでキャリアを積み上げた。2011年9月10日、ジャングルファイトバンタム級王座決定戦でイリアルジ・サントスと対戦し2から1の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2012年5月5日、 UFC 初参戦となった UFC オンフォックス3で、ルイス・ゴーディノと対戦し、ギロチンチョークで2 r 一本負け、敗れ走ったものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。なお、この試合は、リネカーの体重超過により5 7 6ラム契約で行われた。2012年11月10日、UFC オンフューエル TB6 で、ウルシア・ヤスヒロと対戦し、3から0の 判定勝ち。2013年8月3日、UFC163 で、ホセマリアトメと対戦し、パウンドで2ティコ勝ち。なお、この試合は、リネカーの体重超過により 58.5kg 契約で行われた。2013年10月26日、UFC ファイトナイト、マッチラ VS、ムニョスで、フィル・ハリスと対戦し、右ボディブローで1ティコ勝ち。なお、 この試合は、リネカーの体重超過により 58kg 契約で行われた。2014年2月1日、UFC169 でフライ級ランキング7位のアリバガウティノフと対戦し、0から3の判定負け。2014年7月16日、UFC ファイトナイトカウボーイ VS ミラーでアルプトキン・オズキリッチと対戦し、左フックでダウンを奪いパウンドでサンティコ勝ち。 ファイトオブザナイトを受賞した。2015年1月31日、UFC183 でフライ級ランキング3位のイアン・マッコールと対戦し、3から0の判定勝ち。この試合は、リネカーの体重超過により 59kg 契約で行われた。なお、この試合でリネカーは4度目の体重超過となり、試合後に UFC 代表のダナホワイトは、もうリネカーが、 フライ級で戦うことはないとコメントした。2015年9月5日、バンタム級転校初戦となった UFC191 でバンタム級ランキング12位のフランシスコ・リベラと対戦し、ギロチンチョークで 1R1 1本勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2016年7月13日、UFC ファイトナイト、マクドナルド VS。 リナッカーでバンタム級ランキング5位のマイケル・マクドナルドと対戦し、左フックでダウンを奪いパウンドで 1RKO 勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2016年10月1日、UFC ・ファイトナイト、リナッカー VS ・ドットソンでバンタム級ランキング10位のジョン・ドットソンと対戦し、2から1の判定勝ち。6連勝を飾った。 2016年12月30日、UFC207 でバンタム級ランキング2位の下、UFC 世界バンタム級王者、TJ リラショーと対戦し、0から3の判定負け。2019年4月27日、UFC ファイトナイト、ジョックレイ VS ハーマンソンで、コーリー・サンド・ヘイゲンと対戦し、1から2の判定負け。この試合を最後に、UFC から離脱した。 2019年10月26日、ワン発参戦となった、ワンチャンピオンシップ、ドーン・オブ・バローで、ムインガ・フロフと対戦し、3から0の判定勝ち。2020年11月3日、ワンチャンピオンシップ、インサイド・ザ・マトリックス3でバンタム級ランキング1位の、元ワン世界バンタム級王者ケビン・ベリンゴンと対戦し、右アッパーでダウンを奪いパウンドでニッキコ勝ち。 2021年4月21日、ワンオン TNT3 で、トロイワーゼンと対戦し、右ストレートでダウンを奪いパウンドで1歩け o 勝ち。ありがとうございます。